フアン・ミゲル・フェルナンデス・スビリは、フィリピン・マニラ首都圏マカティ出身の実業家、政治家。1998年から2007年まで、フィリピン下院議員を務めた。2007年から2011年まで、また2016年から、フィリピン上院議員を務めている。2017年の純資産は1億5200万、フィリピンペソ。1969年4月13日、 スビリは、マニラ首都圏のマカティに生まれた。フィリピン大学、ロスバニョス校で、農業経営管理の学士号を取得し、フィリピン大学オープンユニバーシティで、環境、天然資源管理の修士号を取得した。1995年から1998年に、かけて、フィリピン会員議員である父親のホセマリアスビリジュニアの秘書を務めた。1998年のフィリピン総選挙では、 父親から地盤を受け継ぎ、安すと会議員に当選した。会議員の最初の任期中には、ジョセフ・エストラーダ大統領を公然と批判したことで、マスメディアから、ローランド・アンダヤ・ジュニアやロベルト・バルベルスなどと共に、スパイス・ボーイズとして報じられた。スパイス・ボーイズの活躍によって、2001年には、エストラーダ政権が崩壊し、クロリア・アロヨが大統領に就任した。 2001年と2004年の総選挙では、会員議員に再選された。3期にわたって、会員議員を務めた後、2007年の総選挙では、金サデココピメンテルを破って、フィリピン上院議員に当選した。スビリの得票数は1100万1730票、ピメンテルの得票数は1 9 8万3358票だった。2008年11月17日には、 フランシス・パンギリナンの後任として、フィリピン上院における多数党員内総務に就任した。上院での任期中には、輸入する石油への依存を減らして、食料難を防ぐために、バイオ燃料のさらなる研究を提唱した。2007年の上院議員選挙における投票詐欺の申し立てを受けて、2011年8月3日には、突如として上院議員からの辞任を発表した。 上院議員からの辞任表明は、大統領官邸など各所から称賛された。2016年には、無所属で上院議員に立候補し、6位の1600万票を得て上院議員に当選した。2018年には、多数党院内総務のキトソットが上院議長に就任したため、2018年5月21日には、スビリが再び多数党院内総務に就任した。 父親は、ネグロス島地方出身のホセマリア・スビリ・ジュニア。母親は、ビコール地方出身のマリア・ビクトリア・オカンポ・フェルナンデス。父親のホセマリア・スビリ・ジュニアは、1987年から1998年まで、フィリピン会員議員を務め、2013年から、ブキドノン州知事を務めている。父方の祖先は、バスク系フィリピン人でもある。母親はソーシャライトである。 兄のホセスビリ三世も政治家であり、フアン・ミゲルスビリの地盤を継いで2007年から2016年までフィリピン会員議員を務めた。スビリはセブアノ語、タガログ語、英語、ヒリガイノン語を話すことができる。エスクリマカリアルニス財団の会長を務めており、フィリピン赤十字社の副社長を務めている。2018年には、王立シンガポール協会から名誉フェローの称号を授与された。 ありがとうございます。